皆さん、こんにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。建前上、中国政府は風俗店は存在しないと言いますが、中国人たちは衣、食、住。 性を同じくらい重視し、実際は各地に女性を抱える沖屋があるのですそう語るのは、34カ国の風俗街を訪れ、著書、海外予遊びの王様ランキング、GOT を上司した。ブルーレット奥砕けし、61、世界の聖地をめぐった男が、 強く印象に残っている場所がある。関連記事、大阪秘密売春クラブ、2011年に訪れた中国南部にあるベトナムとの国境の街、河口です。外観は、何の怪しさもないショッピングモール。屋上まで吹き抜けの構造で、1階は、日用品や食品を売っています。 小さな子供を抱えた父親が微笑ましく、買い物をしていたりね。確かに、建物の外壁には中国語で、棒飽内は場、ショッピングモールの文字。だが、どこか様子、吹き抜けを囲むようにして通路があり、壁側に並んだ店の中からは赤い光が漏れている。そして、 どの店の入り口にも若い女性が座っているんです。どういうことかと思ったら、ショッピングモールの2階以上は全て置き屋。しかも、国境の町らしく、3割が出稼ぎのベトナ、さすがの私も驚きました。奥けし当時の加工の置き屋の平均相場は、100元、限定とで、約1600円ほど。 女性は18歳から26歳。周囲の町から働きに来る者も,も多かったという。プレールームは畳一畳ほどに布団が敷かれただけ。天井の高さも140センチ程度で、まっすぐ立てない窮屈そんな置屋が当時は40点以上もの木を連ねていました。 奥だけし好き者なら男心をくすぐられる状況だが、中国事情に詳しいルポライターの安田美音春。中国での女遊びは長期険と言い切る。もし売春で公安に捕まったら、顔写真を撮られ、情報が紐付けられる。そうなると、監視カメラ社会の中国では、どこに行っても、こいつは、 エロ犯罪者だと特定され続ける恐れがあります。習近平体制下で売春への締め付けが厳しくなった中国。加工の沖山霊にも、2016年の異性的発で、ほぼ壊滅に追い込まれた。奥家氏は、当時を思い出し、考えに浸る。今の加工に、かつての賑わいはない。 あの時の光景は夢だったの。風俗世界遺産と呼びたい場所の一つです。週刊フラッシュ2019年9月と。